人生の大先輩なので私はとても緊張しました。そう、ね、性格上あんまり石田さんに失礼があってはいけないと思って、はい、緊張しました。家内とはまた違う緊張でした。はい、1回2回3回4回とセリフを合わせたりする間にだんだん笑顔の数も石田さん増えてきましたのでね、内心ほっとしました。やっぱり普段漫才をされている方のテンポと芝居をするテンポというか、なんか癖みたいなものがお互いあるみたいで、はい、それが結構大変でしたけど、でも楽しかったです。石田さんと漫才やらせていただくとなると男女コンビっていうのも少ないですし、本当に出ていただけるなら寄席の舞台へ出てみたいですね。そんなにお金があったら僕はもうお年寄りの施設とか子どもたちの施設とかそういうところを作らせていただいて、そこできっちりこの腕を磨いていただいて、そしてテレビに進出する、映画に進出する、コマーシャルに出していただく、そういうふうなことをやっぱり自分はプロデュースしてみたいですね。12億円が当たったらですよ。まあ人生は人それぞれ、本当にお一人お一人にいろんな歴史があるんですね。過去を振り向くんではなしに前を向きながら元気でこれから一緒に頑張っていきたいと思います。小さなことからコツコツとお互いに頑張りましょう。メガビック毎週12億円です。オーナーは12億あったらどうしますか？12億か、豪華な舞台で漫才やってみたいな。ゆり子です。清志です。え、私と？あかん、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 また、メガビックに毎週チャンス、ついつい12億で漫才愛がビック。